皆さんこんにちは、ブザードルです。マツクロクです。よろしくお願いします。ついに出ましたよ。あ、血便が。いや、血便は出てないのよそんなにヤバくはないのよいつ出るってなったけど、ようやく出た。ようやく出たよ、血便が。血便は出てないんだから赤痢じゃねえや、健康内。あ、健康かどうかは知らないけど。健康ではないよ、絶対 100% は引っかかるけどな。まあ、待望のあれが出まして、はい、なんとあの発売日に僕並んで買ってきましたんで、あ、やってみようということで。なるほど。こちらですね、千年パズル。あ、これニュースで見たぞ。ついに発見された。もうなんかめっちゃ難しいらしいんで。どういうこと？これは千年パズルが入ってるんじゃないの？これを組み立てるのよ。ほんまにパズルになってるわけよ。え、何？本物？本物かもしれへん。俺遊戯王よくあんま知らんねんけど、千年かかると言われる。そうそうそう、1000年かかる。1000年はかかってなかったけど、3年ぐらいでこうやっといたけど。3年かかった。なんか無理や。何年かはかかってた。何年かかかった。何年かはかかってたよ。こんなもん企画でやるもんじゃない人生かけるもんやそれでもパズルってね、やっぱあの IQ 高い人の方が早く解けるみたいなのがあるらしいんで、はい、なんか IQ テストでもパズルの項目あったりするんで、僕そこ全く取れないんでね、うん、すごいな、これ1000年パズルでようやく発見されたけど、これ3080円だ2割引きやった。千年パズル2割引きやった。はぁ、一応もうピースには分けてあるんでね。何これ、お、箱を嘘つきやん。いやいや、こんないらねやんいるのよ。一応プラモみたいな。説明書ついてるやん。説明書ついてる。パズルに説明書ついてる。ほな余裕やん。これはそのピースの組み立て方を書いてただけでね。どういうこと？なんか普通のプラモみたいな枠の中についてたわけよ。それをまあピースごとに組み立てるのにまず一手間かかるわけね。遊戯そんなやってたんや。遊戯は多分この状態でも箱に入ってたから。えぇ、あれずるやん。棺みたいな箱に入ってたから。棺みたいな箱に入ってたんや。パズルか。そう、うわ気持ち悪い。それを解いてたわけやから、教室で一人で。家やれよ家でもやってたやろ。そんな大変。学校でもやってた。学校もうすぐやめん。もうなやこいつで、これを城之内くんにプールに投げられて。いや、これ投げるやろ、ほんまこの教室でなんかこうやってたら気持ち悪いよ。プール、とりあえず、つくわなってなるやん。一番重要なピースを投げられる。取り憑かれてるってなるやん。めっちゃ怖いわ、そんな生徒が思ったら。まあ、これを組み立てようという。組み立てよう。というか、組み立ててもらおうですね。僕、できないんで、パズル。はぁ、あ、まあ、君は選ばれてないもんな。まあね、選ばれた民じゃないから。まあまあ、千年に一度ぐらいの低たらくっぷりは見せてるけど、日本において。日本において世界は多分もっとすごいやついると思う日本ぐらいじゃないと。いまだに君あれやもんな、軍師になりたいっつってるもんな。軍師はなりたいさ。いや、君みたいな軍隊絶対すぐ負けるって。あと意外にペース少ないんだよな。数的にはね、そんなにない。もうめっちゃ組み上がってるやん。これいこうか。これでいい。はぁ、すごいな、なんかもうあれやんか、三半規管なんみたいな。三半規管ではないのよ。これを組み立てればいいな。そう、これを組み立ててもらおうという。大丈夫？闇の人格とか出てけへん？出るかもしれんよ。大丈夫？もともと闇みたいな性格確かにな光が出てくるかもしれん実際でこう組み立てるのにどんだけ時間かかるのかって。どれぐらいかかるの？やっぱすごい、8年ぐらいかかるわけ。かかるかもしれん。はぁ、一旦ちょっと測ってみよう。お、なんかもうくっついてるぞこれ。なんかこれくっついてるかのように見せてくっついてないどうくっつけるかさえよくわからんからね。ああ、俺もともとの形を見ないとな。あ、もうスタートしてからか。じゃあスタートしますね。スタート。もうスタートしてんの？スタートしてます。まずこの全体像を見ないと。とりあえずこういうパズルの鉄則っていうのは分かりやすいとこからやっていくね。だからこれでいくと、このなんかこの四寸のこういうやつか。こういうやつは盛り上がってるとこな。分けといた方がいい。はいはいはい。パズルのあの端っこからやるやつな。うん、4隅取っとけば後々有利や。オセロな。うわ、これ教室やったらそれいじめられるってよ意味わからんもんそれ。多分これ原作再現なんで、最後にはめんのがこれなはずなんですよ。これを最後に。でもこれあれやろ、はめんのが最後に。君がこれあの最後の最後にあのプールに投げに行かないプールないからな。俺助けてもじゃねえから。でもプールから拾ってくるから。誰が？情報事故。うん、呪われてるやん。改心してるやんって。でも情報事故死んじゃうからな。あ、これや。これはまずこれやろ。あ、とりあえず組み立てれるピースを組み立てるっていうのは。お、今回は静かぞ。もくもくとやるだけやからね。また始まって3分ぐらいだったね逆にここで苦戦してなかったら知ってるぞ、そいつ。普通にそこらに売ってる立体パズルあるやん。あれでも普通のパズルより難しいよなっていう話。
そうだ、君喋ってて手元が全然ちゃんと映ってない。だからもうこれは固定しといてほしい。お、こうやろ。お腹に似てるっぽいな。さあ、ってこれでもあれじゃないか、あの闇、闇のトサカぐらい出てくるね。こんだけ組み立てたらちょっとだけ出てくるの嫌や。お、これ怪しいな。お、なんかアイルっぽいな。もう、できてる。売れよ。お、入った。お、入った。お、だここに、多分これのどれかが入るはずや。一旦社に持ち帰って検討するわ。いやここが社やから。これを続けるかどうか社に持ち帰って検討するわ。続けろ。これここっぽいねんな、なんか形的にはな。全然くっついてないけど、なんかそれを止めるやつがなんかあんねやろな。だからもうできたぞ。いやだからそれだけでなんか千年パズルっていい反応やるよ。一番下やねんけど。千年パズルや。これがここなら間違いないと思う、うん、でもそれをくっつける何かがいるわけやな。おい、あのアロンアルファかな。あかんあかん。こうやろ。おうおう、これが出来上がってるから。おお、なんかできてんな。とりあえずこうでいいんちゃうか、うん、もうこれでなんかあれやろ、右足ぐらいは出てきたよ。エグゾディアじゃないやな。ここにはまらん。あ、はまったっぽいな。買ったらおかしいもんな。ここしかない。そこしかもう空きがないからな。浮いてんねんな。あ、いたいた。だからこれは上なんやな。こうなってるって上や、うん、だこれがどっかにはまるはず。ほら入った。あー、ほんまや、割としっかり入った。これがここにはまるはず。形、ほら、あー、ほら、まっすぐ入れるんじゃなくてこう斜めから入れるんやな。いや、まずここを埋めてしまおう。外堀をここや、うん、ここを先に埋めてしまわないと後が崩れてくる。お、これここや。あ、となるとここを何で埋めるかやな。でこれが後なんじゃない。ほら、おお、おい、今闇勇気わーって言ってるけど。いやいや、まだ出てきてない。自信やな。こうやな。でも絶対こうやわ。こうや、うん、間違いなくこれや。いける、いける、いける、入った。おお、はー、終わった。終わってない、終わってない。君の人生終わった。それはもう初めから終わっとる。加速度的に、的に入れるぞ。お、君が唯一知っている難しい言葉、加速度的。疲れたな。もうちょっと知ってる。さすがにもうちょっと知ってる。でも何よりもこいつなんよな。こいつがここに入らんかったら、いやー嫌やな。一回取るか全部。ここ取るんか。こいつを先にここに入れといて、こうや。むず。ほら、どうよ。あー、はまってんな。もう全部できたと言って過言ではないんじゃないかな。こんなもんパワーでええやん。あ、パワーはあかんやろ。それでは皆さん、千年パズルを用意してください。その千年パズルを組み立ててください。無理だよ、それが。ここからがマグマなんです。
マグマ中山やミュージックスタート。ダンダンダララランダンダンダン。ここ気になるんだけど、ここ何入んの？それなんか開いてんな。これっぽいな、これっぽいな、めっちゃこれっぽいな。これ先やったんちゃうか、また。めんどくせえな。ちょっとでもそれ取れてるよ。取れてなかったら殴るか。これ押したら入るんやな。ってことこれ出しとけばいいんや。あー、最後に押し込むか。ここ押し込めればいいね。あ、入った、入った、入った。で、こいつやこうや、これさ、組み立てに組み立てていった後、一個余った時の恐怖怖いよ。そうやな、あり得るからな。おお、これ世の中でめっちゃ驚いちゃうんか。いやいやいや、でもこれはこいつやから、ここは考えていいはずやんな。で、これがこいつやから、おここに来て行き止まったな。これが気になるんだよ。これマジ誰やお前、何言っちゅうやお前。ほんまに一個いい、こいつ何、それ何、マジでそれ何、絶対なんか一個抜かしてるよな。うわー、1時間超える。ちょっと分解するか。あったわ。そんなところ、なんかこれ見逃しの穴あったわ。あー、だからなんやねんって話だよね。これ何の意味があんねん。すごいな、パズルって1個できたら1個ずつできてって、それが気持ちいいみたいな醍醐味や、うん、1個できたら1個できんくなってすっごいイライラする。岡崎、歴史的瞬間やぞ。もうできるんじゃない、これいけるやろ。これいけへんかったらこれ投げるぞ俺。オーシャンビューの俺の窓から投げるぞ。オーシャンビューではないぞ、だいぶ離れてるぞ。ほら、どうよ。もうほぼできてる。そしてここに、おい、おー、できたよ。これは千年の封印をようやく解くぞ。カシオーン、できた。タイム、はい、1時間11分20秒。わーっと、早いのか遅いのかさっぱり分からない。だいぶ惜しかったけどな、もうちょっと1時間切れそうな感じではあったけどな。やっぱ1時間かかると遅いの。いや、でもこれでも早いと思う実際。まあでも、なんていうのかな、順番は鬱陶しいけど、パズルとして難しいかって言われたらそんなでもないけどな。あ、そう、これで千年の封印が解けたわけよな。千年の封印解けたんやろな、これで。でもあれやな、特に闇の人格とか全然だけどな。いやでもあれやな、やっぱこう闇の人格とかっていうのはアニメの世界であって、まあ実際もな、そんなまあこの世に存在せえへんってことだよな。そうなんやろな、取ると思うで。そう、あーあー、やっとシャバに出れたぜ。よく作ってくれたな。もう一人の僕、俺が岩石ロック、もう一人のお前だ。え、この世にある3枚の神のカード、これを集め俺はこの世を支配する。支配だって、そんなことはしない。お前のようなニートで何が止められるというのだ。いや、俺じゃなくてもみんなの力が合わせれば止めれるはずだ。周りの者の力など我にとっては何の障害にもならぬ。闇のゲームを起こし神のカードを我が手に。そんなことはさせないぞ、闇岩石ロック。千年パズルを完成させ、目覚めし我が岩石ロック。
この手に神のカードを献上せし者、グッドボタンとチャンネル登録をし我に力を。